はい、どうも、佐久間優吾です。本日は、優吾 .tv 配信していきたいと思います。久しぶりの配信になってしまいました。今、左官屋さん、知り合いのところの左官屋さんで働いているので、なかなかお店の方に来る機会が減ってしまったので、という言い訳で配信していません。できていません。携帯から、スマホから配信しろっていう話ですよね。はい。なるべく頑張ります。ということで、本日は、なんで俺が、この動画を配信しているのか、配信する理由、何のために配信しているのか、こちらをお話ししていきたいと思います。まあ、皆さんいろいろ配信する理由はあると思います。まあ、ただ単に趣味で、まあ、動画、自分の好きなことを配信してますよっていう人もいれば、まあ、ちょっとビジネスみたいな感じで動画配信して、その広告収入からお小遣いを得てる人もいれば、いろんな形でいろんな思いを込めて配信してる方がいると思います。じゃあ俺何のために配信してるかというとね、言うとねーって。それは生きた証を残すこと。自分が生きてきた。この世に存在してきたっていうのを、これ動画で、映像で残したいなっていう思いを込めて撮っています。なんでそう思ったかというとですね、自分のルーツはどうなのかっていうのをすごく気になって、まあ、大体もう、ばあちゃん、じいちゃん、その上のじいちゃん、ばあちゃんは、ひいじいさん、ひいばあさん、その上、ひいひいじいさん、ばあさんとか、そこくらいまでしか、多分、なんか、言い伝えとか、こういう人だったよとか、こういう性格だった、いろんなことがあったとか、そういう話って多分、そんくらいしか、今現在存在する自分から、その上、ルーツ、過去の、世代の話とかって、そんくらいしかまだ止まってると思うんですよね。その上ってなかなか情報得られない。もう時代も大昔だし、そんな紙とかも、ペンとかも、そんな字とか残ってるわけでもないんですよね。じゃあどうしたらいいか。今やっぱこういうネットとか、こういう普及してる時代ですから、こういう映像を残して、今こうやって自分が、この生きてる、この映像を残して何十年か後とか何百年か後とかに、まだ分かりませんが、自分の例えば息子とか娘とか、そのさらに孫の世代とか、まだだん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 そういう、もう自分がもうご先祖様みたいな存在になる、そういう時代までこういう映像が残ってれば面白いなと。自分が生きた証、自分のルーツ、自分の先祖たちへのメッセージみたいな、そういうのを映像を残して、プラスなんか人生に役立つちょっと教育みたいな、そういういいきっかけを与えられる言葉を残していきたいなと、まあ、遺言みたいな、遺言までもいかないけど、俺はこういう人物だったんですよみたいな、そういうのを残していきたいなと思い、こういう動画を配信しております。それぞれ、まあ、自分よがりなことだけじゃなくて、そういう自分の身内とか家系の世代、プラスやっぱりネットなんで、全国、全世界、いろんなところにつながってるわけなんで、いろんな人と情報を共有して、自分も相手もみんながなんかつながって、共有して成長できたら面白いな、いいなと思ってます。やっぱり何が一番楽しいのかなって、人生生きてきて何が楽しいのかなと考えた時に、究極にたどり着いたのはやっぱ自分と相手が成長することなんじゃないかなって自分なりに思いましたね。人生の永遠のテーマでもある、よりよく生きる。人生一度しか
ないですからね。何かをやり遂げるとか、何かを残すとか、死ぬ間際に我が人生に悔いはなしみたいな感じでね、さっぱりしていきたいものですね。はい、そういうために永遠のテーマ、自己成長、そして相手との共有、調和、そういうつながりを求めてこれからも配信していきたいと思います。ぜひそういうつながり、小さなコミュニティを作っていきたいと思います。そういうつながりを持ちたい、共有したい、友達になりたい、つながりたいっていう方はぜひ気軽にメッセージなどをいただけると僕も返すので、そこで一緒につながっていきましょう。ということで、ちょっと長くなっちゃいましたが、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。それではまたご覧いただけたらなと思います。本日は見ていただいてありがとうございます。またバイ。